次の患者さんはっと。久しぶり。二人とも元気にしてたかい？元気だったな。ハルとエルスじゃない。結構いいところだな。お邪魔します。忙しいのにすまないな。なんて見てよ、パッと見は全然動じてない。そういえばそうね。ルジも彼女くらいの反応をしてくれたらいいのにな。ほんと可愛げない。こっちに来てから冷たくなったんじゃないか。俺が冷たいのは昔からエルスにだけだよ。なんだろうこの特別感。全然嬉しくない。まあエルスは想像しいからな。仕方ない。そこは援護してよ。とりあえず適当に座って待ってて。はい、わかった。照れ隠し？そうそう、びっくりしすぎると逆に何でもないです、全然驚いてませんって顔するんだ。意外と負けず嫌いだからな、ルジは。それにさ、満面の笑みでいらっしゃい、よく来てくれたねなんて、君にならともかく俺たちに絶対言わないよ。言われたら逆に怖い。Thank you.
受付に座って、来てくれた患者さんの症状を聞いたら、ここに書いて彼女に渡す。バルには書類の整理をお願いしたいな。わかった。遊びに来たのに働かせるのか。話すのは仕事を片付けてから。突然来たんだから手伝うのが当然だろ。はいはい、ルージは相変わらず人使いが荒いな。手伝ってくれてありがとう。たまにはエルスも役に立つな。ひどい。久しぶりに会ったっていうのにこの仕打ち。実は俺が嫌いなんだろう。え、うん、ちょっと即答とか本気で傷つくわ。嘘、大好きだよ。逆に嘘くさい。本当だよ、これは愛情表現。同じ愛情表現なら彼女みたいに優しくされたい。諦めろ。何か気になることでもあった？シャルとサラーナは元気にしてるのかなって。ああ、シャルなら俺のこと蹴飛ばすくらいに元気だよ。そうだ、聞いてよ。この間なんか尻を蹴飛ばされて。お前は蹴られて喜んでるんだから、それでいいだろう。喜んでないよ。そんな目で見ないで。俺にはそんな変わった思考はないから。エルスの特殊思考は別として、サラーナも変わりない。よかった、それを聞いて安心したわ。え、俺変態で確定なの？一緒に連れてこられなくてすまない。サラーナも君に会えないのを残念がっていた。そうね、できるなら私も会いたかった。でも生きていればいつかはきっと会えるでしょうし、その時を楽しみにしているわ。
そうだ、ルジは二人に聞きたいことはないの？特にないかな。ちょっとは俺たちにも興味を持ってくれよ。今は彼女にしか興味が持てなくて。ルジは本当にブレないな。ね、最初から彼女しか目に入ってなかったもんな。でも二人だってそうだろ。もちろん俺はずっとシャル一筋だよ。ああ俺も。そうしたいところなんだけど、うちの子供は夜泣きがひどいから、シャル一人だと辛いだろうと思ってさ。泊まるのは4人で来た時にさせてもらうよ。商人の話では、今夜中に立てば3日ほどで大陸に戻れると聞いたしな。そう。二人とも、キロはくれぐれも気をつけて。ああ。ルジも、体には気をつけろよ。帰っちゃったわね。ああ、今日は午後を休診にしちゃったから、明日はまた忙しくなるわね。そうだね。ルジ？した？いや、何でもないよ。
その壺、何が入ってるの？毒だよ。毒？毒といっても副作用があるというだけの話なんだけどね。本当は何の薬なの？不死だよ。不死の？そう、研究用にと思って失敗作も持ってきたんだ。あれは不死の薬だけど完成品ではないから、飲むと軽い記憶障害を引き起こす。継続して飲めば重度の記憶障害を起こし、目覚める前の一切を忘れる。あれがどうかしたの？実はね、あれの調合の仕方は東野様が教えてくれたんだ。そうなの？一緒に夜中まで研究していた時に、ある塩梅で調合すると薬が毒になるのだと。東野様は毒に詳しい方だったから、いろいろと教えてもらったよ。そんな思い出のある薬だったら捨てられないわよね。あ、そうだ、そろそろ夕食にしましょう。東野様の中には闇があった。え、東野に？あの方は隠しているつもりだったんだろうけど、俺には分かったんだよ。俺はそれをずっと一緒にいて観察していたからだと思ってた。だけど最近間違いだったと気がついた。俺が分かったのは、俺の中にも狂気があったからだ。だから東野様の闇を感じられた。ルジ、離れ小島に連れてきても、まだ俺は君を独占したりない。
めん、ただの冗談。俺もお腹が空いたし、夕飯にしようか。私でよければ。今夜の締めの甘露はどうやって食べようかなって。甘じゃごまかされないんだからね。本当なんだけどな。やっぱり迎えに行こうかしら。薬草をいっぱい持っていたら大変だしね。ルジ、ねえ、悩みがあるのなら話してくれない？力不足かもしれないけど、私にできることなら。君はすでに多くのものを俺にくれた。
だから君がするべきことはもう何もない。ルジ、泣いてるの？本当に俺は格好悪いね。泣いているところを見られたくなくてここまで来たの？ここは普段誰も来ないから。一人で泣くなんてひどいじゃない。これ以上泣いてる姿を見せたら弱い男だって嫌われると思って。俺どうも君のこととなると涙もろいみたいだから。知ってる。私ね、ルジを弱いとは思わないけど強い男を好きになったわけでもないわ。泣いちゃうくらい一生懸命私のことを考えてくれるあなたが好きよ。考えすぎて君を傷つけそうになる。何を考えたの？エルスやバルが来てくれてすごく嬉しかった。でも大切な人たちの話を聞いて君が故郷に帰りたいと思うんじゃないかって気が気じゃなかった。私はあなたの妻だもの。あなたのいないところには行かないわ。君ならそう言ってくれるだろうなって分かってたよ。分かってたけどどうしても考えてしまうんだ。きっとね、俺は君が故郷に帰ってしまうかもしれないわずかな可能性ですら許せなかったんだ。だからあの時言った言葉は全部本心。君が俺以外を覚えていなければどこかに行ってしまう可能性はなくなるのに、なんて考えながら一晩中君に触れていた。すごく心が狭くて醜くて汚い。こんな心で君に触れる資格なんてないのに、それでも目の前にいると抱きしめたくてたまらなくなる。ルジがそうしたいならそうすればいい。ルジは私から多くのものをもらったと言ったけど私も同じなの。あなたと出会わなければ誰かをこんなにも愛せることを知らずに一生を終えるところだった。きっとね、すでに一生分の幸せをもらってるのよ。だからこれから先を奪われたとしても私はあなたを恨まないなんて、こんな風にあなたを縛りつけてしまう私も
狂っているのかもしれないわね。私の昔話をすごく楽しそうに聞いてくれるものね。私の過去を消したいと思った気持ちも本心だとしても、あなたの優しさや愛情は嘘じゃないわ。ああ、でもこれからはちゃんと話してね。一人で泣くのも禁止。私が寂しいから。薬はどうするの？捨てるよ。作り方は覚えてるし、今はもう必要ないから。これからは悩んだ時はすぐに話すようにする。うん、そうしてください。じゃあ早速一つお願いを聞いてもらえないかな？毎日ここに通ってたら作れるようになっちゃってさ、つけてみてほしいんだ。はい、これ。え？これ本当にあなたが作ったの？うん。君を何かで拘束できたらいいのになとか考えながらいじってたら、いつの間にか作れるようになってた。ルジ、そっちの趣味があったの？いやいや、俺は至って普通の趣味思考しか持ってないよ。ただこうして君を束縛したいなと思ってただけ。気に入らなかった？知ってるのに聞くの？君の口から聞きたいんだ。俺は臆病だから、こうして口づけるのにも勇気がいるんだよ。これからも俺のそばにいて。君のすべてを愛してる。